ゲルリンで、カルテンブルンナーゲルリンでカルテンブルンナーは、オーストリアの登山家。女性として、初めて8000メートル本、全14座の無酸素登頂に成功した。酸素ボンベ使用下での8000メートル本、全14座の登頂者としても、二人目の女性登山家となる。名前は、ガリンダ・カールセンブラウナーと表記されることもある。 オーストリア中部の人口2200人の小さな山間の村、シュピタールアムピュルンでゲルリンでは生まれた。6人兄弟でゲルリンでは5番目の子供で、山スキーをはじめ、様々なスポーツを熟していた。父親は地元の採石場で働き、母親は地元のユースホステルの料理人であった。ゲルリンではスポーツ校に進学するが、 競技会などで良い成績を残すと友人から、妬まれるという経験が多々あり、それが彼女のライバル心を嫌う意識を育て結果的に、彼女は一流選手にはなれなかった。登山家になってからも、他の女性登山家の記録を破ったりするのは好まないのは、このスポーツ校での経験に由来している。ゲルリンでの住む村の教会の神父は、登山好きであった。 ゲルリンデが彼に連れられてハイキングに出かけたのは7歳の時であった。13歳の時はロープを使用した本格的な登山を始めたが、これも神父の死なによるものであった。1985年両親が離婚し、当時14歳だったゲルリンデは10歳上の看護師をしている姉と一緒に暮らすようになる。ゲルリンデも看護師となり20歳の時に、 故郷から2 4トルほど離れたロッテンマ満の病院に就職した。看護師になってからも登山は趣味となっており、1994年24歳の時にカラコルム山脈のブロードピークに挑戦し、天候の悪化により登頂は断念したものの、頂上から2 0ル下まで到達した。この時にブロードピークの横に位置する血痛を見て、ゲルリンでは、 強い衝撃を受けたとされるが、自分が将来その頂上に至るとは夢にも思っていなかった。父親は彼女の登山の趣味に強く反対していたが、彼女は働いて、資金を貯めては海外に遠征するという生活を続け、結婚して子供を作るという選択肢を明快に否定した。登山中に遭難者の遺体を目にすることも多く、ゲルリンでは幸せと喜びがこれほど 密接に結びつくことが他にあるだろうかと西に書き残している。看護婦をしていたために人の死に接することも多く、姉は三回夫に先立たれていたので、死は生の一部なのだという考え方を持っていた。1998年中国とネパールの国境に位置する長王優の登場に成功。2002年にはネパールのマナスルにも挑戦している。 この時三麓のベースキャンプで出会ったのが当時40歳のラルフ・ドゥイモビッツであり、その後二人は一緒に登山をするようになる。2003年オーストリア女性として初めてナンガ・パルバットへの登頂を成功させ、このことはオーストリアのメディアで大きく報道された。ゲルリンではスポンサーの援助が得られるようになったので看護婦を辞めて登山家に専念して活動するようになった。 スポンサーの受けも良く、講演会も毎回盛況で、プロの登山家としても成功を収めた。2006年1月、ドイツの雑誌、デア・シュピーゲルはデスゾーンの女王の称号をゲルリンデに送った。2006年までに8000メートル94座のうち8座に登頂成功した。2006年に、ローツェにもアタックしたが、この時は途中で登頂を断念した。2009年に、 再アタックして成功。標高7250メートルのキャンプでは一足、先に登頂を断念して引き返したラルフ・ドゥイモビッツが、ゲルリンデを待っており、その晩に、ラルフが、ゲルリンデにプロポーズをした。2007年にはかつて登頂を断念した、ブロードピークにも登頂成功している。2007年5月、ゲルリンでは、ダウラギリに挑戦した。1998年に、 フランスのシャンタル・モーデュイは同じ場所でだれに巻き込まれて、頸骨を骨折して死亡しているので、入念に場所を検討して、テントを設営したが5月13日午前9時、彼女のテントはだれに飲み込まれて30メートル流され、絶壁の手前で止まった。ゲルリンデはナイフを使って、テントを切り裂き、1時間かけて雪から脱出した。隣には、スペイン人、パーティー3人が設営していたが、 サンティアゴ・サガステとリカルド・バレンシアの二人がだれに飲み込まれ一時間後にゲルリンデラによって掘り出されたが、すでに死亡していた。装備品をだれで失ったこともあり下山せざるを得なく、なったが、翌年ゲルリンデはダウラギリへの登頂を成功させている。8000メートル14座登頂歴2011年、ゲルリンデは K2 への無酸素登頂を成功させ、女性として、 初めて8000メートル本全14座の無酸素登頂者となった。K2 はエベレストより登頂が困難とされ、非常の山と呼ばれる。ここでは、ゲルリンデラのパーティが K2 無酸素登頂に成功するまでの過程を紹介する。登山隊のメンバーは6人。ゲルリンデの K2 挑戦は今回が4回目だった。夫のラルフがリーダーを務めた。 2011年6月19日、中国最西部のシルクロードのことであるカシュガルを出発。トヨタのランドクルーザー3台と2トン以上の装備品を満載したトラックが使用された。車列はタクラマカン砂漠の西側に沿って南下し、コンロン山脈のチラグサルディ峠を越えた後にアクロをゆっくり進み、チベット高原のマザルに到達した。マザルは、 K2 登山の中国側登山基地として利用されるが、一行は混ざるよりさらに西に進み、キルギス人遊牧民の村であるイリク村に到着した。イリクには宿などないので、族長が保有する建物の床に毛布を敷いて寝た。車が通行できるのはイリク村までで、ここで荷物をラクダに積み替えするクワと川渓谷に向けて出発した。キャラバン隊は登山家6人。 ウィクル人連絡官、キルギス人のコック、道中の食料となる羊数頭、牛六頭、ロバ八頭、ラクダ四十頭であった。アギール峠を越えて、ガッシャーブルム氷河を源流とするシャクスガム川渓谷を渡る。この時期のシャクスガム川の流れは、雪解け水のために非常に早く、ラクダが流されてしまうなど、ベースキャンプに至る道のりで最大の難所となっている。 シャクスガム川渓谷を渡り、しばらく進むとやがて、K2 の姿が見えてくる。一行はここにベースキャンプを設営した。入陸村から徒歩で5日間の工程である。ベースキャンプからさらに 15km ほど南に進んだ、場所の氷河の上に前進キャンプを設営した。メンバーは登山ルートに沿って、麓に第1キャンプ第3キャンプを開設し、登頂の準備を行った。 岩場に固定したロープの長さは2750メートルに達し、設置には6週間の時間を必要とした。8月16日、アタックを開始。第一キャンプに到着すると、その夜だけで30センチメートル以上の積雪が降り、遠方でなだれが発生しているのが確認された。8月18日、降雪が止むのを待って、ショルダーデポキャンプを出発して、 第2キャンプに向かったが、新雪が多く、雪が不安定であった。ナルフは、なだれの危険が高いと判断し、登頂を断念して単独で引き返した。ナルフは、ゲルリンデにもアタックを中止するように懇願したが、ゲルリンデは聞き入れなかった。事実、その後の登山メンバーによる、小規模ななだれが3回発生した。3回のうち最も大きななだれによって60メートル後方を、 進んでいたトミーが飲み込まれた。トミーは自力で雪から脱出したが、なだれによってルートが失われ、引き返さざるを得ない状況となった。アタックメンバーは、ラルフとトミーを書いて4人となった。カザフスタン出身の登山家、マクストジェマイエフとバシリー・ピフツオフは、それぞれ6度目と7度目の K2 挑戦であり、ポーランド出身の映像作家、ダリウス・サウスキは4回目の挑戦であった。 8月20日、第3キャンプに到着。全身キャンプまで交代したラルフは、衛星電話で気象情報を伝えたりアドバイスをしたりして、登場をサポートした。8月21日、一行は第4キャンプに到達した。標高8000メートルからは、人間の行動力や判断力が著しく鈍り、死となり合わせであるので、デスゾーンと呼ばれる。第四キャンプから山頂までは、 標高差600メートルに過ぎないが、2008年に11人の死者を出した遭難事件以来ここに到達したのは、ゲルリンデラのメンバーが最初である。8月22日、4人は第4キャンプを出発し、ジャパニーズクロワールに到達した。ジャパニーズクロワールには、胸まで沈む新雪が積もっており、6時間かかっても180メートルしか進むことができなかった。ルフは、 無線で一度第四キャンプに戻ることを勧めたが、一行は最終的に8300メートルの地点で二人用の小さなテントを入ることにした。氷を切り崩して平面を作りテントを固定するだけで1時間30分かかり、午後8時過ぎに4人はテントに入ることができた。午前1時頂上に向けて最後のアタックを始めようとしたが、指先の感覚がなく、 足も氷の塊を引きずっているようで体の震えも止まらなかった。とてもアタックは無理と判断され、テントに戻って弾を取り、夜明けを待って出発した。ゲルリンでのリュックの中は手袋、トイレットペーパー、サングラス、包帯といった最低限の物品とスポンサーのオーストリアの石油会社の旗と仏像を入れた同性の小箱が入っていた。 午前7時に出発して130メートルの雪の斜面を目指した。午後3時に斜面のふもとに到達。斜面では胸まで渦漏れる雪に震度を阻まれ10分ごとに隊列の戦闘を交代した。ラルフはその様子をふもとから双眼鏡で観察してアドバイスを送った。やがて斜面は傾斜60度の岩場となったが積雪は浅くなり、 一行は斜面を抜けて頂上につながる尾根に出ることに成功した。午後4時30分には山頂ドームが見えてきた。ゲルリンでは午後6時18分に山頂に到達。15分遅れてマクストとバシリーが到着。30分後にダリウスも到着した。オーストリアのベルナー・ファイマン首相は異行に感銘を受けたと称えた。カザフスタン首相はマクストと バシリーへの惨事をツイッターに書き込んだ。ラルフは山頂から4つの光の点が移動し、ジャパニーズクロワールに入るのを望遠鏡で確認した。K2 での死亡事故の1、3以上は下山中に発生するので、ゲルリンデラの帰還を心配で見守っていたのだ。全身キャンプまで戻っていたトミーも小さな光が山頂から8300メートルのビバーク地点に、 戻るのを14分間の長時間露光で撮影した。第一キャンプには途中で下山したラルフが妻であるゲルリンデに宛てた手紙が残されていた。2日後、第一キャンプを出発した一行をラルフが氷河の上で出迎えた。ゲルリンデはベースキャンプで2010年に一緒に軽2に挑み滑落死した友人のフレデリックの父親と息子が眠る山の山頂について 衛星電話で話をした。ゲルリンでは帰国時には7キログラムも痩せていた。ミュンヘンの空港には家族全員が出迎えた。ビュールでは祝賀会が開催され、K2 の山頂で両手を突き上げるゲルリンでの写真をラベルに使用した特製の3リットル赤ワインボトルが寄贈された。ありがとうございます。